東北第59代アジアタッグチャンピオンチーム小橋健太、菊池剛組にチャレンジする、こちらが小川義成であります。そしてその右が秋山純、ブルーのショーツタイツ、小川がこれがアジアタッグ2度目のチャレンジとなります。そしてこちらが菊池、小橋健太組チャンピオンチームであります。今夜3回目の防衛戦を迎えました。サバクレフェリーは和田恭平さん、先陣を切るのは菊池、そして秋山純だ。さあ鳴らされるゴングだ。秋山は試合前語っておりました。どんなタッグマッチでも先発は自分が勝って出るという気持ちで臨んでいるということ。やはりその言葉通り秋山が先陣を切りました。そして対するは菊池剛。これまでタッグマッチではありますが、菊池剛は秋山に2回コールされております。それだけに募る思い、メラメラと燃え上がるものがありましょう。さあ放送席、桃田さん、まずはこの秋山、菊池、表情どうご覧になりますか？そうですね、やっぱり菊池選手は過去2度ちょっとホール負けしてるので、はい、やっぱり闘志がむき出しって感じしますね。湧いております、距離を取りました。まさにこれぞまさしく忍耐のスタンディングポジションであります。千葉の地区スタンディングポジション、再び組み合う大東文化大学アマレツブ出身の菊池、対する秋山は専修大学のアマレツブ出身。小本さん、この同じバックグラウンドということで、はい、なおかつこの先輩後輩ということで、はい、より一層触発されることあるんでしょうね。そうですね、やっぱりいい選手にとってはですね、いい意味のライバルができたっていう感じですね。なるほど、そして秋山にとってはそうした超えるべき壁がこの菊池にせよ小橋にせよたくさんあるということが恵まれている状況なんでしょうね。まずはドロップキックを放ちました秋山です。秋山は試合前語っておりました、タイトルマッチだからという気負いや緊張感は全くない、むしろタイトルホルダーであるところの菊池さん、あるいは小橋さんと試合をすることができるのが何よりも嬉しいんだということであります。ロープに振ったショルダーアタックル、ボディスラム、すぐさまカバー、今日最初のカバー、カウントは2です。距離を取ります。思えばこの秋山のデビュー戦の相手がこの小橋健太でありました。9月でありました。あれからまだ4ヶ月にしてベルト初挑戦であります。肩を合わせました。それにしても大本さん、はい、この秋山、はい、緊張感はまるでなく、むしろ嬉しい、初タイトルマッチで嬉しいという言葉を書くのは何とも言えずに、この器が大きいですね。そういうことですね、要するにこんなに早くして、選手権に、ね、はい、挑戦できるというのはもう本当に異例のことだと思うんですよ ね。それだけやっぱり彼の実力が認められているということだと思います。返しました秋山です。やったアームソルト、一瞬小鉢が目を白黒させてました。いやー、でも大谷、本当にまさに木を見て瓶になるという言葉、頭でますね、秋山に ね。ものすごい、本当に瞬間的な技をかけるタイミングって、素晴らしいものがありますね。さあ、そして秋山からその小川にタッチがなされました。ドロップキックです。負け投げ一戦、ヘッドシダース、クリアする。距離を取ります。
仮にチャレンジャーチーム小川秋山組がベルトを奪取することがありますと、これはアジアタック史上最年少のチャンピオンチーム誕生ということになります。ロープに振った小橋健太、さあネックブリカー、さあ秋山が2度目のリングインだ。サイドのヘッドロックです。小橋健太の秋山頭を攻めていきます。この新春ジャイアントシリーズ行われております、秋山純試練の7番勝負、初戦はスティーブ・リアクス、そして第2戦テリー・ゴディ、いずれも黒星ではありますが、第3戦アルペレス戦、最後はタイガースープレックスを放ちまして見事に初戦、3戦目にして白星飾っております。ここ一番で未公開の大技を出すあたり、もうこれは度胸十分にありと見ていいでしょうね。そういうことですね。あの彼がやっぱりそんだけ研究熱心だということだと思いますね、技に対して、そしてそれは東電タイガースープレックス三沢の、まあ、必殺技でありますから、現段階で第7戦相手が未定でありますが、三沢三沢に対する、まあ、一つの大きなアピールをしたと見ていいでありましょう。エルボーだエルボーだ、相手のヘッドロック、ブルドッキングヘッドロック、グリグリという音が聞こえてきそうです。早くも秋山純の眉毛がいわゆる10時10分鋭くなってまいりました。この秋山から小川だ、グランドに持ち込みました。92年の7月、土正信と組んでこの小橋健太菊池剛組にチャレンジしております。よってこれが2度目のアジアタックチャレンジということになります。小川義成ロープに振られました。地に伏せるオレンジクラス小橋、そして腕を取り合って投げられてしまいました。小橋スクッと起き上がった、フライングメイヤーグランド肩がつきました。カウントは1つです。さあ試合時間5分を経過しております。まずは桃田さん、序盤戦ご覧になって秋山小川組がややテンポアップしませんか。そうですね、あのやっぱり挑戦者ですから、もう常に攻撃攻撃でいかないと、やっぱりそこにやっぱり勝機を見出すことができると思うんですよね。そうですよね。さあ連続のサイドのヘッドラックグリグリ殺法であります。ギロチンドロップ小川義成ロープに振ります。さあいかなる技を飛び出すか、スタンディングのスリーパーホールド、しかしまだ小橋健太の目はしっかりと見開いております。現在この小橋健太、いやロープに走りました、ラリアットは空を切った、キッチンシンクです。そしてすぐさまタッチ、秋山純はこの上半身随分と汗で光ってまいりました。今宵もまたいつも通り豊富な運動量、秋山君飛ばしております。サイドのヘッドロック、ここを投げました、バックドロップです。さあ菊池にタッチするか、それともタッチをしました、タッチをしました。さあこの菊池剛でありますが、昨日の興行の埼玉大会におきまして場外に転落した際にやや足の太ももを痛めているんですが、それでも放ちました、レッグラリアット、心なしか跳躍力に不安が残ります。対角線だ、今日2発目、ちょっと足を気遣ったか、ちょっと着地が桃田さん不安定でしたね今ね。そうですね、取りました、2発目早いタイミングです。カウントアップ、タッグマッチではありますが、2回ホールを捉えたこの秋山に対して菊池果敢に攻め込んでいきました。そして試合もろともブレインバスター、小橋健太です。現在調査大軍は三沢が三冠統一ヘビー級チャンピオン、そして三沢川田組が世界タッグチャンピオン、そしてその小橋健太、菊池剛組がアジアタッグチャンピオン、持っておりますジュニアヘビーのベルト以外は全て保持していることになります。対角線に振った、串刺しジャンピングに顔面ヒット、顎の先端のあたりにヒットいたしました。
小橋は大阪大会におきまして田上明との一騎打ちを控えております。さあ調査軍が合体するぞ。展開式のボディープレス、この2回のキーホールを奪われましたこの秋山、キーホールを奪いました秋山純、いずれもジャーマンスープレックスホールドで菊池からスリーカウントを奪いました。それだけに菊池剛は試合前ジャーマンでやられたんだから、その2人はジャーマンで返したいとも語っておりました。そのライバル同士であります。菊池が現在3戦全勝、小川が2戦全勝、ネックラリアット菊池、この小川リチャードスリンガー戦に勝ちますと、この菊池と小川が最終戦後楽園大会におきまして激突することになります。ロープに振ったショルダーアタック、さあ早くも水平の汗がみなぎってまいりました。オレンジから宿場健太のギュッとブロップ、アンカーチー十分にビルドアップされました。この小橋健太の上半身汗で輝いてまいりました。さあ小川の動きを止めておいて菊池がまたまたやってまいりました。試合時間10分を経過しております。菊池は言っておりました、小川選手に対してはジュニア戦線のライバルとしての意識、そして秋山に対してはやはり先輩としての意地、まあ、どちらにしても今夜の試合は特別な意味があるんですよと語っておりました菊池。そして小橋、10分を経過してどうやら調査軍がペースを取り戻してまいりましたか。そうですね、完全に流れが変わってしまいましたね、このままではチャレンジャーチームいけません。さあ1つ返しました秋山だぞ、長身生秋山のキック、自分としてはジャーマンスープレックスに一番気持ちと力がみなぎると言っておりました。願わくば先日のタッグマッチのように菊池選手を、相手がジャーマンにこだわるというならば今夜こそまた3度目のジャーマンスープレックスホールドで菊池選手を仕留めたいとも、言っておりましたこの秋山であります。さあ秋山とこの小橋健太、沼津市民体育館からは小橋コールが、秋山の10時10分の眉毛、ローアングルからカットに開いております。耐えている、耐えている、顔面蹴り、顔面蹴り、肉体的なダメージも彼としながら顔面蹴りっていうのは桃子さん、精神的に相手に与えられると大きいでしょうね。精神的にもありますし、軽い脳震盪を起こしやすいです、ね、あ、なるほど、ショルダータックルであります。カウントは1つです。さあこちら秋山君、そして両の足を取ったのは菊池剛さん、逆エビ固めで、さあ体がエビ沿ってまいりました。逆肩エビ固めに移行いたしました。ああ、しかしハードロープに近づきました。先ほど桃子さんのお話もありましたが、10分を過ぎて現段階で明日オレンジバックブリーカー、いわゆるドラゴンスリーパーからの背骨折りであります。10分を超えたあたりから東海軍ペースと申し上げていいでしょう。関田のクローバーホールド、いわゆる四つ葉固めであります。キャンバスど真ん中、さあこれはサードロープに逃れることができるかどうか。
なんとかロープブレイクであります。3度目の防衛戦を迎えました小橋健太、菊池剛組。92年の5月、菊池の地元仙台でカンナムエクスプレスからベルトを奪取いたし、そして2ヶ月後の7月、明日盛り小川、菊池組を相手に初防衛戦に成功いたしました。ところは後楽園ホールでは、そして10月大阪大会におきましてカンナムエクスプレス相手に2度目の防衛戦に成功しております。イスラム1戦、すぐさま起き上がろうとする秋山を掴んで2連発であります。起きる打ち込むステップを上げます。菊池一瞬ダウン、今度は菊池のエルボーだ。いやー、素晴らしい投手の燃やし合いであります。さあ場外であります。今宵初の場外戦、場外で小川が傑作を一歩です。さあブレインバスターか、ブレインバスター送りという鈍い音、さあ場外戦で再びチャンスをつかんだ感がありますチャレンジャーチーム。あの砕きであります。目まぐるしい投手のぶつかり合いであっという間に15分が経過しております。アジアタック選手権試合、やや菊池が捕まった感があります。ロープに振ったダブルチョップです。おっと、菊池選手の右の腕あたりに赤いものが見られます。ロープに振りました。さあ秋山をホイップした、ラリアット今もの思うたまさにジャストリックがありません。そうですね、かなりいい角度入ってましたね。 DDT だ、いわゆるプロレス人間殺虫剤相馬カバーする。カウンター2、風波のように起こってまいりました。重低音ストンピング攻撃、静岡県は沼津市民体育館、非常に若いお客さんが多い今宵の沼津でありますが、さあトリガーホール、カイルドライバー同点クリーチであります。菊池選手の小橋健太、いつ握るか、そしていつ宙を舞うか、お客さんは期待しております。逆水平チョップで押し込んでいく、キックであります、ハイキック、対角線だ、ショルダーアタック、顔面蹴りです。逆に振ったのは秋山だ。さあ小橋どうする、あドロップキック、キック、今度は小橋か、いやフロントスープレックス、カウントアップ。さあもう一瞬もう目が離せなくなってまいりました。エルボーパット小川義成であります。ニュートラルコーナーに据えました。逆に振る小橋、キックで返す小川、ふらついている小橋、ミサイルキックであります。小橋25歳、小川26歳、そして秋山23歳、菊池が28歳、4選手ともに20代、非常に若さあふれるスピード感のあふれるファイトであります。逆に振った、今日2回目の、うわー、できない高さを抑え込み、レッグブリーカードロックを阻止されてしまいました、裏切り。さあ菊池だ、you
回転蹴りだ、回転蹴りだ、ちょっと起き上がった、あー肩の近い上田菊池、アウトくん、あー上半身差がついて、そして左に見るがまた徹底して引き込まれてまいりました。そして秋山、セカンドロープだ、目が光った、セカンドロープからのゼロ点キック、決まった決まった、さあ小橋がそろそろ逃げるか、逃げたくてしょうがない、ストレッチボブだ、おストレッチボブを封じるか、秋山封じるか、秋山封じた、しかし黒様のローリングクレイフル、四角いリングを回りと攻めていきます。いやー、坊さん、もう目に止まらないですね、素晴らしい攻防ですね、肩をつけろ、あアウトリーデンド、アウトリーデンド、全然のところで秋山返しました。さあ今度こそ、今度こそストレッチボブだ、さあチャンピオン3度目の防衛なるか、そして史上最年少のアジアタッグチャンピオンが生まれるんでありましょうか。元気、今元気、鈴木歩が、なだらしのバックドロップ、小川に蹴ってもらってしまいました、20分を超えました、20分を超えました、秋山、エルボー、おっと、ちょっと、小橋健太が頂点を絡まっていないか、顔が青だれている。時に言葉が追いつかれない瞬間があります。さあトップロープに滑る21世紀のものプロレスドラマの源流を見る思いがいたします。さあ流れ式のブレインバスター、しかし両雄天を仰いでいる、カウントアップ、カウントアップ、何度も何度も繰り出していく、キッチゼロ点キック、ボディスラム一戦だ、合体する調整軍、いやいや、小橋が下がりました、そして菊池が戻る、小川が追う、そして秋山が戻る、そして小橋が加勢する、両敗小橋だ、バックインバスター、ジャーマンスープレックスホールド、カウント2だ、今のはカウント2です、カウント2、カウント3は入っていない、ジャーマンにこだわりたいと言ってた菊池、ならば今宵もジャーマンで決めてやると言った秋山、さあ行くか、菊池剛ジャーマンスープレックスホールド、超えた試合だと思いますね、素晴らしい。
試合だと思います。まさにファンの心の財産となる素晴らしい試合でありました。勝負タイムが23分と14秒、最後は菊池が秋山に見事なボディーアーチ、ジャーマンスープレックスホールドでありました。さあ、今リング上ダウンしております。秋山でありました。そして今勝ち名乗りを受けました。小橋選手、菊池剛であります。見事なまでの頂点への季節に描いていただきました。チャンピオンズチームでありました。それにしても何かこの高3後の菊池が秋山に対して先輩の意地というものをよく見せられましたね。はい、だけど秋山選手ものすごい頑張りだったと思いますよ。はい、またこの今日の敗戦が秋山にとって大きな心のエネルギーとなったことでありましょう。こんばんは、金網の前です。白熱のアジアタック選手権試合、いかがでしたでしょうか。菊池の執念の前に敗れた秋山は息つく暇もなく、次週放送の大阪大会では七番勝負の4戦目、川田俊明戦を行います。また防衛に成功いたしました小橋は勢いに乗って田上明とのシングルマッチに挑みますが、その対戦相手の田上はこの日アルペレスと対戦しております。アルペレス2ドロップ。沼津のファンの皆さんはよく知っていますね。おっとバックドロップ。それでは小橋に勝てないぞという声も今飛びました。カウンター2つ。どこから怒涛の反撃を始める。田上明、タイムドライバー食うと危ない。今当てて返した田上明。ラリアットをかわしてネックブリーカーブロップ決まったか。さあ最後はスタッフと決めてもらいたい田上明。小橋も6ヶ月ぶりのシングル対決へ向けてペレスが飛ぶ、迎え撃つパワーボムか、引っこ抜いたパワーボム得意技。おお、アルペレス返しました。連発パワーボムから広角の喉を落とし8分37秒。どうですか、共に絶好調で迎える1年半ぶりのシングルマッチ、大いに期待したいものです。大阪ではさらにゴディ・ウィリアムス組とハンセン・エース組が世界タッグ王座への挑戦権をかけて激突いたしますが、この対決を前にスタン・ハンセン選手とスティーブ・ウィリアムス選手はそれぞれ次のように語っております。これはパーフェクトな決着戦ね。でもエースといい思いをしたいからとっても勝った。ウィー、やっぱり勝つのは俺たちね。なぜならドクターレスはベルトが好きです。次週放送の大阪大会では好カードが目白押しで、放送時間が足りるかどうか非常に不安なのですが、一つの大会をまさか3回に分けて放送するわけにもいきませんので、そこのところ一つよろしくご了解のほどお願い申し上げます。以上、金網の前よりプロレスニュースプラスワンをお伝えいたしました。
ジョニー・スミスが捕まっていたんですが、さあフリーゴディが登場して流れが変わる。ファインボディアップ。今大事な時代にモールさんベルトがないですからね。だけどですね、このテリー・ゴーディ選手とスティーブ・ブレーン選手っていうのはね、お互いにものすごい今ものすごい練習してますからね、お互いの良さをね取り合ってるって感じですね。あーすごいすごい打撃作戦が出ました。ニート・エボーです。ゴディですけど、時々あのゴディ・ウィリアムスに全日本の選手があの練習のね、あのバーベルですか、はい、取られちゃってって言いますか、フロントスープレックス、そういう場面もほぼ生ありますからね。ありますね、今はね。秋山選手がこのゴディと戦って、はい、あの強いのもそうなんですが、うまいと、とにかく、はい、ポイントを微妙にずらしてくる。やっぱりね、あのキャリアがものすごいので、そのパワーとテクニックと、それからそのタイプですね、はい、それ全てが要するにもう超一流だと思うんですね。あ、そうですか、ね、あの力で来ないで技で行ったんですよね、ゴディが、ね、あの相手によってそれを使い分けることができるんですよね。まあ、しかしそれも秋山にとってその関節のね、このゴディ、はい、戦った時の関節のポイントをずらしてくる、勉強だったでしょうね。そうですね、そういうことが一つ一つがですね、秋山選手にとって最高の勉強ですよね。やられることが、ジョニー・スミスの方は嬉しい逆十字に取りました。三沢の引き腕、左腕を攻めに行っています。先ほどはこのジョニー・スミスが関節を取られました。そうしていますが、三沢のエルボーが飛んできます。五冠の防衛ロードが始まります。この第1弾は厳しい内場大会、果たして来週大阪の新規ボディ組か、ハンセン組か、カウントは2つ。原俊明、液体絆創膏も取れました。これ見てるだけで痛かったんですが、だいぶ抜かったと話しています。原俊明、ボディが飛ぶ巨大ラリアット、これがテリーゴディです。元三冠王者、実力はあります。モーモンクロラ行きました。テリーゴディ、このボディのこのシリーズ、ジャンピング組、あるいはウィリアムスのダイビングボディープレス、新しいものを非常に出してきて意欲的です。このシリーズのゴディ・ウィリアムス、3戦エースもね、はい、このところの連携を確かめるようにね、はい、打ってきてる、2連携見せてるんですよね。エース組はですね、はい、もう本当の攻撃型チームですよね、はい、やっぱりあのハンセン選手がペースメーカーになってますから、それに比べてやっぱりあのテリー・ゴーディ、あのスティーブ・ウィリアス組ってのはやっぱりある程度テクニックは優先しますからね。ドロップキック、怖いこともやるんです。何でもあります。オールラウンドプレイヤーのテリー・ゴーディ、13歳からプロレスやってますからね。そうですね、さあ今河原俊明が場内でありますが、一番心配なのは怪我なんです。そうですね、今脇陣をちょっと最終部打ったみたいで、以前にドロップキックを受けた時に脇腹に入って途中が、苦しくなって、あるいはあばらにひびという場面もあったんですが、どうでしょうか。男子の厳しい放送の千葉ボディ組が来るか、ハンセン組が来るか、大事な世界タッグ王座の初防衛戦があります。小原さん、どう見ます。かなりやっぱりね、痛いみたいですね。ああ、そうですか、もしかしたらやっぱりそういうこともありえますね、これ、はい、とにかくハンセンに椅子でやられたと決勝したときには、決勝しているよりも試合をしていた方が楽だというふうに力強く復帰してまいりました。このコーナーとしては場外鉄則、投げたテリー・ゴディも自らよろけるほど本当に力を込めて投げました。さあ河原の苦しげな表情、忍び寄るテリー・ゴディの大きな背中、河原コールが大きくなりました。移動したあの大きな苦しそうな河原でした。来週放送の大阪は秋山七番勝負第4戦、そして厳しい内場では世界トップ防衛戦、一見集中攻撃、弱いところを見るべき、
これは確実ですね。そうですね、やっぱり痛めてるとこを見るのは素晴らしい夢を持ってますね。天守打ち、おそっ、ほら始まりました。ニードロップ、いろんな形でこの川田の消化症攻めてくるんではないでしょうか。テリンコディショックです。頭を下げると、頭を下げると、カーボムが来ると、うずくまる川田としやく、ジョニーエース断ける、最後のマスター川田としやく記録で返した。もしかしますと本当にこの同じに対抗が高いかということになるかもしれません。いや、ジョニー・スミス危ないですね。はい、下から蹴上げます、蹴上げます。大事に取らなければいいんですが、川村君すっかりと川村の手が止まってしまいました。今津市民体育館メインイベント、6点ポイントは一本勝負、長世代軍が優勢に進めておりましたが、ここへ来てテリーゴディのドロップを受けました時に、カモラの千秋がこのフルバートにも強打、その後場外でも痛めつけられまして、ご覧のように捕まる展開になっています。テリーゴディ、ジョニー・スミス対伊沢光晴、カモラの千秋の一戦、大事に繋げなければいいんですが、カモラの千秋の動きが止まっています。非常にここまでいい流れを見せていたんですが ね、 ちょっと心配ですね。はい、体重を預けます。クリーンボディー、はい、野村さんのこういう状況を聞いたことはありますか。やっぱりあの新人の場合と違いますからね、やっぱりあの早くやっぱり行きたいと思っていると思いますよ、本人もね。ただそれをさせないと言いますかね、天敵にこのカードを置いております。ということはこの後伊沢のタッチにしましても、仮にしましても、今度は川田がカットに入る場面、入れなくなりますからね。カードを徹底的に食べておいて、その後伊沢をじっくり料理しようという作戦なのか、あるいはこのまま一気にスタートをかけてしまうのか。ジョニー・スミス、フリーボディキックで反撃して、ベリーフォン、来週放送の大阪、小橋田上の1年6ヶ月ぶりのゴールと失敗、シングルマッチも気になるところでしょう。ああ、ボディの昇進、なんとかね、ソロを今あったらパーノムか、パーノムか、カーラが出る、ダメージの回復ぶりはどうか、ロープに飛ぶ、側頭部へ引く、ジョニー・スミスが出る、伊沢テリーゴディに打てるか、さあ今度は伊沢が姿勢になっているけど、カーラの側頭部はどうか、さっきのダメージはどうか、合体に出ると、相手は合体に出ると、パルブライバーのゾーン、ウィリアムスとゴディがよくやる合体をジョニー・スミスがやりました。あの宿敵の鶴岡選手が出てくるまでが負けられないんですよね、もこれさん。そうですね、やっぱり頑張ってほしいですね。どこで反撃する、ここだ、ピンポイントの正確さ、さあどうだ、ポルト気迫のファイト、どうだ、落ちはるか、どうだ、外人勢の巻き返しはどうか、ヘビゴリも頑張るか、どうだ、腕をついた、取り返った、返しました、ヘビゴリ、ノーイワーが2人くらい
ステファニー・スミス、大志君を上げるか、ミサイルキック、そのアピールはいらない、カウンター、サードの内巻き込まれた、ジャマンだ、おお、きれいな人間鏡、カウンター、サード、大丈夫ですね。そうですね。だけど多少まださっきのダメージ残ってるみたいで、ね。逆だけで期待を詰めているかもしれません。展開式のボディープレス。これも痛めたあばらぐらいです。サバが勝つに出ました。おお、ジャニーズ選手が三沢に注文をつけました。元アジアタッグチャンピオンのスミス。エルボーで出る、さあ、タオラを中心に入る、試合の権利があるのはジョニー・スミスとタオラとして、この2人でしょうか、スピンキック、何が出る、ブレーキパン、タオルだ、ああ、スピンキックが入ってきた、リサーミスがもう一度カットに入ります。大事な一戦でしたけれども、テリーゴディ、ジョニー・スミスを破った一戦でございました。